世の中には、ゆっくりチャンネルの数だけ魔理沙がいるというのはご存知でしょうか。いや知らなくても考えればわかりますよね。おバカじゃないですもんね。どのような用法で魔理沙が使われるのかは、ウプ主によって様々ですが、今回はそんなみんなのアイドル魔理沙ちゃんがどのようにしてウプ主の元に届けられるのかを、特集していきたいと思います。今日は、魔理沙が生まれる前の話。そういえばみんな夏休みは何してた？ちゃんとバナナ食べた？バナナ食べないとバナナの神様が怒っちゃうよ。というわけで、今日もぼちぼち茶番やっていこう。ブームマニック実況チャンネル。ゆっくり魔理沙生産工場の朝は早い。はぁ、今日もこんな朝早くから仕事だ。昨日も夜中の11時まで帰れなかったし、今日は家帰れるかわからないなぁ。残業代なんて当然出ないし、上司は部下に八つ当たりするパワハラ上司だし、こんなところでこもって働いて、俺って一体何のために生きてるんだろうなぁ。という、労働者の労働事情についてはさておき、こちらがマリサの記事です。ここに様々なパーツが付け加えられ、マリサが出来上がっていきます。マリサの生地は、コシアンを餅で包んで、そこに特殊な自然由来の液体を注入して作ります。液体の中身が何なのかは、工場と会社のお偉いさんしか知らないらしい。この液体を注射しないと、神経毛が構築されないので、ただのデコレーション饅頭になっちゃいます。次は、バーナーで頬の焼き色をつけていきます。頬の赤らみは愛嬌を演出する重要なポイントですよね。ちなみにこちらが頬の加工をしてないマリサ。なんだか気持ち悪いですね。次に特殊なナイフで口となる部分に切れ込みを入れます。口がないと会話できません。5年くらい前に口のないマリサが間違えて出荷されたことがあり、話題になりました。続いて目のパーツを生地とドッキングさせていきます。この工程で不具合が起き、目が見えないまま出荷されるマリサが年間10体ぐらいいます。同じようにして眉毛をつけていきます。眉毛つけないと田舎のヤンキーみたいになってしまいますからね。ちなみに当チャンネルのウプ主には眉毛がありません。最後に作業員の手でカツラと帽子をつけてあげて完成です。カツラって言ってもハゲじゃありませんよ。饅頭にはそもそも頭皮がありませんからね。こうして作られたマリサは出荷され、動画投稿者の元へ届けられるわけです。おっと、一番大事な工程をすっ飛ばしていましたね。ここはマリサたちを教育する施設。生まれたばかりのマリサたちは右も左もわからないので、ここで利用者に忠実になるよう、教育を施されます。